では改めまして、ハラミさんよろしくお願いします。お願いします。あ、ちなみにちょっとハラミさんって呼んじゃってるんですけど、なんてお呼びするのがいいんですかね。ハラミちゃん、ハラミちゃんさんなのか。ハラミちゃんで大丈夫ですか。ハラミちゃんと呼ばせていただきます。はい、お願いします。改めまして、視聴者の皆様にご紹介しますと、ハラミちゃんはですね、YouTube を中心に活動するポップスピアニストでいらっしゃいまして、チャンネル登録者数は160万人超えで、最近ミュージックステーションにご出演なさるなど、大活躍なさっているピアニストの方です。今回仕事が辛い人へメッセージという企画で、なんか仕事きついなとか、自分の人生このままでいいのかなってモヤモヤしているっていうところでアドバイス聞いていただけますといいかなと思っております。ハラミちゃんご本人のお話も伺いつつなんですけれども、会社員としてバリバリやられていた中で一度休職といいますか、お休みになられた時期があったということで、当時のお話とかお伺いしてもいいですか。そうですね、働いてた業界はIT に勤めさせていただいてたんですけれども、音楽大学から IT に行くっていうことで、パソコンさえ触ったことない状態で入社して、はい、ゼロからというよりマイナスからスタートしたような、この私をチームの皆様も愛情深く育ててくださって、その方たちのためにも頑張りたいみたいな気持ちがめちゃくちゃこう突っ走ってしまったりとか、寮でカバーするしかないみたいな、そういうガッツみたいな部分がちょっと出過ぎてしまって、うまく自分の力を抜けなかったというか、気づいたら会社に行けないかもしれないみたいになってしまって、それは今でも結構反省はしてますね。全速力で走り続けて燃え尽きちゃったというか、どこまで自分でやっていいのかと、あと人を頼っていいのか、さじ加減とかも分かんなくなってたのかなって思います。今ハラミちゃんもおっしゃいましたけど、頑張りすぎてしまうというところで、同期とか他の先輩社員とかと比べて自分が全然できてないんじゃないか、もっと頑張らなきゃって思う人多いと思うんですけれども、そういう人に向けてもっとこうしたらどうみたいなお話とかってありますか。持論ではあるんですけど、強みの一点突破をした方がいいなって思っていて、得意な分野とか才能とか特化してることに円グラフにした時に、他の人よりゲージが少なすぎて、同期とか先輩とか後輩とかどうしても比べて劣等感を感じるところって、自分のゲージが足りてない部分だと思うんですよ。そういうところばっか気になって、劣等感とか全然ダメだって自信がなくなっちゃうっていうよりも、まだ得意とは言えないけど、ここは苦じゃないなみたいな、こういうことをやってる自分って比較的他のより楽にできるなみたいな、一個そういうのを見つけて、そこをもうどんどん伸ばして、そこの分野の人といえば自分みたいな、一点突破型みたいなものを見つけた方が自分にはこれがあるみたいな支えにもなっていくような気がしたので、そういうのを気持ちの方がいいのかなとは思いました。ハラミちゃんにとってその一点突破できるところっていうのはどこだったんですか。そうですね、私は本当に専門的なスキルも知識も全くなかったので、もう自分にできることってユーザー目線をめちゃくちゃ特化するっていう部分に集中していて、それこそ本当に自分の企画している運営しているサービスを使ってる人の目線を一番わかる人になろうっていうふうに思っていて、自分が一番のユーザーだし、ユーザーがもはやそのサービスを作ってるぐらいの感じでいたいなと思っていたので、それこそ Twitter とかでもユーザーさんになりすましたアカウントを作って、そのユーザーさんっぽいつぶやきをしている方をいっぱいフォローして、その方たちってどういう生活、どういう思いで日々生きてるのかをキャッチしたりだとか、本当に街中に歩いてる方をこう声かけて、ちょっとユーザーインタビューをさせていただいたりとか、カスタマーサポートセンターとかに届くお問い合わせレベルでは感じ取れないすごく細やかな希望だったり、どういうふうなものを求めてどういうことを感じてるのかとか、こういう人たちにこういうものをすればもっとこう可能性が広がるんじゃないかとか、なんかそういうのを本当にこう生の声をちゃんと聞いてキャッチして、それを汲み取ってそのチームに展開したりとか、そういうのを本当に一番やる人になろうと思ってやってましたね。僕その笑顔でこうピアノを弾いているハラミちゃんしか存じ上げなかったので、サービスとかこうユーザーヒアリングみたいな、そういう話聞いて、やっぱ仕事にもめちゃくちゃ真摯に向き合ってらっしゃったんだなって今思ったんですけど
一方で、例えば今の仕事でいいのかなとか、自分の人生このままいったら、まあ、30、40、50になって終わっていってしまうんじゃないかなっていう漠然とした不安を抱えている方も多いと思っていて、そういう気持ちと向き合えばいいのかってちょっとお話聞いてもいいですか？そうですね、本当にこれがもう天職だって思ってる人って意外とないんじゃないかなと思っていて、人間っていろんな思考が増えたりとか、なんかいろんな価値観が広がったりするのって、やっぱりこう社会に出ていろんな人と触れ合って自分が仕事ってものに触れた時に器も変わるし、多分考え方もすごいいろいろ変わる時期だと思っていて、自分って今どういう自分なのかっていうのを認識するっていうのはすごい大事だなと思っていて、自分のことを客観的に見れるようになってる状態で、自分って改めてこういう人間なんだな、この業務を活かせる他のもっと仕事があるんじゃないかな、自分のことをノート書いてみたりとか自己分析をもう一回するっていうのが大切なのかなとは思いました。もうなんかどういう相談をしてもすぐ返ってくるんで、ハラミちゃんが僕のトレーナーなんじゃないかみたいななんて贅沢なお願いしてしまったのかっていう今自己分析をすごいされていたってお話でしたけど、ハラミちゃんはどういう形で自己分析をしてたんですか？ゼロから自分でどういう人間だってノートに書き始めるのってめっちゃ難しいじゃないですか。ペンが動かないと思うので、本屋さんに行って自分が気になってる部分の本を買って、でそれを読みながら、私はこういう人だなとかじゃなく、もう本当に本音の本音、もう自分しか見ないノートなんで、どんなにまあ汚い自分でも、もうめちゃくちゃ書き出して、気づいたのが、八方美人×嫌われたくないで仕事が断れない人間になってたんですよ。そもそも断れないんだってことさえ気づけてなかったし、八方美人だなんて思ってなかったんですけど、だからこう仕事がどん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 来ちゃう状態でパンクしちゃったんだとか、自分ではまあ腑に落ちることはできたんですけど、まあそうやって知ってたって感じですね。なるほど。ご自身でノートにゼロからだと書けないから、まあ、何か本を読んでそれの反応を見て書いていく。仕事が大好きだったり打ち込んでてうまく休めないっていう人もいると思っていて、休日も仕事のこと考えちゃっててなんかバテちゃうというか、肩の抜き方みたいなところってあったりしますか？結論から言うと、肩の力を抜くことはもうできないと思ってて、肩の力を抜かなきゃいけないのに抜けない自分にさらにイライラするじゃないですか。発想の変換じゃないんですけど、本当に自分は休日の仕事を考えちゃう人なんだってことをまずもう自分で認めてあげて、休日も考えちゃうけど、まあ、平日よりは考えてないからこれが自分の息抜きなんだな、どうしても考えちゃうことさえリセットしたいって思う時は、私はもう仕事に関係するアプリとかツールを全部携帯から削除してました。そうすると、まっさらなスマホになるんですね。アプリ削除して、休日はもう自由にするっていうのがスッキリしますし、そんぐらい清々しくなると逆に早く仕事したくなるんですよ。いい意味ですごいエンジンがつくので、なんかそういう風にしてました。強制デジタルデトックスじゃないですけど、頑張りすぎたことで疲れてしまったってさっきおっしゃってましたけど、はい。その当時の自分に向けて何かかけてあげる言葉というか、何かこうしておいた方がいいよみたいなアドバイスってありますか？もっと人を信じましょうですか視聴者さんとかにいらっしゃるかもしれないんですけど、仕事振ったとしてもメンタルでは頼れてないというか、頼ったふりをすごいしちゃってたなと思っていて、先輩でも後輩でも本当にその人を心から信じて任せて、信じた結果うまくできなかった、マイナスになってしまったとしても、それはそのチームにとっての進歩じゃないですか。気づけたっていう進歩になると思うので、身を委ねてメンタル的にもちゃんと頼って信じることがチームにとって財産になるってことを伝えたい。視聴者の方は、まあ、笑顔でピアノ弾かれてるハラミちゃんをすごい見られているっていう方多いと思うんですけど、その背景で会社員としてすごい葛藤された過去もあったり、まあ、それでも今こうやって輝かれているっていう説得力もあったりで、すごく自分含めて背中を押される内容になったと思います。今日お話しさせていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。5月19日にですね、ハラミの初の
エッセイ本月のパワーは無限大という本が発売されました。こちらは先ほどお話しさせていただいた会社員時代の話とか、まあ、どう悩んでハラミちゃんという活動をスタートさせたのかっていう部分も結構赤裸々に書かれているので、ぜひチェックお願いします。あと6月11日にですね、配信限定にはなるんですけれども、ニューシングルのね、雨という新曲を配信スタートさせていただきました。オリジナル曲でこの6月にぴったりな雨をピアノ1台で表現した作品となっておりますので、こちら YouTube でミュージックビデオも上がっております。でいろんなサブスクでも聴けたりダウンロードできますので、ぜひ雨チェックしてみてください。エッセイ本とシングルの情報は概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。では改めましてハラミちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。今に見てろ、俺は大器晩成なのだ。これをね、毎日言い聞かせる。どういう意味かっていうと、大きな器を持てるような人間は成長は後伸びなのだっていう意味なの。